初代リンカンシャー公爵、チャールズ・ロバート・ウィン・キャリントンは、イギリスの貴族、政治家。1868年に、キャリントン男爵を相続し、1895年に、キャリントン伯爵へ、1912年に、リンカンシャー公爵へ、それぞれノブされた。ロンドンのホワイトホールで、第二代キャリントン男爵ロバート・キャリントンの、長男として生まれた。 母親のシャーロッテ・オーグスタ・ドラモンドイコール・ウィラビーは、第22代ウィラビー・ドゥアーズビー男爵、ピーター・ドラモンド・バレルの娘で、キャリントンの二人目の妻であった。なお出生時の姓は、キャリントンであったが、直居を得て1880年に、キャリングテンへ、さらに1896年に、ウィン・キャリントンへ改めている。イートン・カレッジを経て、 ケンブリッジ大学トリニティカレッジで学び、1864年に、学士号を取得。1879年に、母親が死去したため、世襲職である、式部教の一人となる。1865年から就職により、貴族院へ移る1868年まで、バッキンガムシャー州ハイウイカム選挙区選出の自由党、所属庶民院議員。 ウィリアム・グラッドストンのもで1881年から1885年まで、この衛兵のジェントルマン・アット・アームス隊長を務め、また1881年には、数密顧問官に列せられた。1885年に、ニューサウスウェールズ植民地総督に任命され、1890年まで、シドニーへ赴任。帰国後、グラッドストンと、 第5代ローズベリー伯爵、アーチボルド・ープリムローズのもとで1892年から1895年まで王室自重長を務めた。1895年にカウンティ・オブ・バッキンガムにおけるチェッピング・ウィカムのウェンドーバー詩釈及びキャリントン伯爵に除された。1905年に自由党が政権を奪還すると、サー・ヘンリー・キャンベル・バナマンや、 ハーバートヘンリアス・スキスの下で1905年から1911年まで農業庁長官として1911年から1912年まで王子少女として入閣した。この間1906年にガーター勲章を授けられ、1912年の退任後に林間ー公爵に除された。1928年6月13日に バッキンガムシャー州ハイウィカムのドーズヒルハウスで死去。唯一の男子であったウェンドーバー死者チャールズ・ロバート・ウィン・キャリントンが第一次世界大戦で戦死していたため、キャリントン白尺くらいと臨ン,ンシャー公尺位は断絶し、キャリントン男爵尺位のみが、弟のルパート・キャリントンによって相続された。1907年のバニティフェア氏に描かれた似顔絵第五代サフィールド男尺。 チャールズ・ハーボードの娘である、セシリア・マーガレット・ハーボードと1878年7月15日に、ロンドンホワイトホールのチャペル・ロイヤルで結婚した。彼女との間に、以下の一男語女を設けた。式部教を世襲する人物は、複数に見えるが、儀式において、実際に活動するのは一名である。リンカニシャーは1910年から1928年まで、 式部教職を務めた。ありがとうございます。